わ、来た。加藤浩二が待っていたのは、よろしくお願いします。リバプール南野拓実。かっこいいですね。ありがとうございます。もうプレミアリーグ優勝メンバーですよ。すごいですね。ありがとうございます。リバプールどうでしたか？まあ優勝することもできたし、自分がその場に、まあ、いることができて、非常に嬉しく思いますけど、ゴールかアシストというところはやっぱり示したかったし、何かを、やっぱりそこにはこだわって僕はプレーしているので、まあ、それは悔しかったですね。なんかこうやって今ちょっと喋ってますけど、顔つきがなんか、ま、さらに精悍になりましたね。俺がそう見えるだけかな。やっぱりリバプールの南野選手ってなると、お顔つきが精悍だ。本当そう思ったんですよ。ちょっと見とれちゃいましたよ。今リバプールといえばビートルズが生まれた街。どうですか、リバプールで、あのビートルズが、まあ、若い頃やったライブハウスとか行きました？あ、行きました。行きました。行きました。俺も行きましたよ。そこはそうですね。あそこ行きましたよ、やっぱり。行っとかないとって思ってて。あのビートルズの像みたいな。像、写真撮りました。やっぱそれやりますよね。抑えるところは抑えるかもしれない。電話したりしたんですか、新宿君？あ、新宿君に、あ、しましたね。しました。まあ、その悩んでる時に、まあどうですか。悩んでたんですか最初？はい、悩んでたんですか？別の選択肢もあった中だったんで、まあ、え、どこあったんですか？それ言えない。それはちょっと言えない。それ言えないですよね。後で教えてください。後で聞いたら俺スタジオで言っちゃうかもな。シンジ君の、あのアドバイスでなんか、なるほどとか、一歩前に出れた言葉とかあったりしました？まあ、選手をしっかり見てる監督だというふうに、言ってたし、まあ、一緒にやってるシンジ君の言葉っていうのはやっぱり聞いておきたかった部分もあったんで、自分としては、まあ、人心掌握術というか、選手の、まあ、あのモチベーションを上げるために、あ、こんなこと言ってくれるんだとか、だからチーム内でも監督のことを試合で出ない選手でも悪く言う人はいないですし、ね、その残り組の練習とかも最初から最後までしっかりピッチの上で見るし、まあ、コンディションがいい選手に対してちょっと、まあ、次の試合でチャンスあるからっていうふうに、まあ、フェアな、本当にフェアな監督だなっていう。でそれを感じることができれば、選手は、あ、じゃあ自分も頑張ればチャンスがあるっていうふうに思えるので、すごいなっていうふうに思います。やっぱりそこですね。やっぱ公平であるっていうことがすごい選手にとっては大事なことですね。そうですね。